今日の洗濯の洗濯、15日木曜日の洗濯情報をお届けします。ではまずはマップから見ていきましょう。今日の洗濯指数マップです。東海から西日本ではよく日差しが届き、洗濯物も気持ちよく乾かすことができそうです。山陰ですとか広島などは乾きやすいアイコンです。雲が広がってにわか雨の可能性もありますのでお気をつけください。ただだんだんと日差しが届いていきそうです。そして東北地方、雲が多い空ですが、仙台などは日差しが届いていく見込みです。一方で日本海側ですとか北陸、こちらもにわか雨の可能性がありますので、空の変化を見ながら干すようにしてください。東京ですとか札幌、今日は1日を通して雨の降りやすいお天気です。気温もあまり上がりませんので部屋干しの方が良さそうですね。では今日の空のポイント見ていきましょう。山陰から北陸、そして東北の日本海側では雲の尻尾に注目です。こういった微粒雲が見えますとにわか雨のサインとなりそうですので、こういった雲が見えましたらお部屋にしまうようにしてください。今日の洗濯情報をお届けしました。